はい、こんにちは。いつも聞いていただいている方、どうもありがとうございます。今回が初めての方は、よろしくお願いします。ただつばさです今日は何の話かというと、新しいことを始めるときに、大切なマインドセットについてです。何か挑戦をされる、チャレンジをされるときに、どんな姿勢、マインドセットでいればいいかなというのを、皆さんと一緒に掘り下げて考えていければと思います。それでは最後まで、ぜひお聴きください。 よろししくお願いします、はい、え今日のテーマはあの新しく何かを始めるときにどんなこうマインドセット考え方え姿勢で望めばいいかという話になりますえっとその時に、まあ、大切なマインドセットこれはこう私があの意識しているものなんですけれどもあの5つに絞ってご紹介して皆さんと一緒に考えていければと思いますこう何かを始めたいと思っている、えー、皆さんだとか 新しいチャレンジをしている方に知ってほしいなと思ってお話をしていきます。何かヒントになればと思いますのでよろしくお願いします。はい、皆さんは何か今新しいことに挑戦しているかチャレンジしているかと聞かれればどのようにお答えになるでしょうか何か新しいチャレンジされているでしょうか で今日はですねあの新しいことを始める時のあのマインドセットについてあの五つに絞ってあのご紹介してえっ、ー、と考えていければとないければなと思いますじゃあ早速えっ、ー、と一つずつ順番に、えー、ご説明、えー、していきます一つ目なんですが、えー、自分が感じたこととか直感を大切にするですねでこれはあの新しく始めてうーんと自分はその何を感じるか あるいはこう気づきであったりだとか発見にこう敏感になるようにしておくんですね。で敏感になるとはどういうことかというと、えっと、少しの、うん、と違和感ですかね違和感を見逃さないようにするといいと思うんです。でこれが大切だと思っている理由はその感じたことだとか違和感も含めた新しいこう気づき発見をすることによって、えっと、その後にこに自分は何を学べるか 深め,深められるかというのにつながっていくからなんですねなのでこう直感も含めたうん直感的な違和感も含めて自分の言葉にしておくというのが大事かなと思います。これが一つ目ですね二つ目なんですがあの新しいことはうんと失敗する可能性がある、まあ、失敗も起こり得るという前提で入っていくというのがいいと思います。でえっと、これは 何かというと、こうチャレンジって、えー、皆さんご自身にとっては新しいことなので、うんとうまくいかないことは珍しくないんですよね。うんもっと言うと、えっ、ー、と新しい取り組みの大抵のことは、えー、うまくいかないと思ってた方がいいと思います。もちろんあの初めからえっ、ー、と失敗をするためにやるわけではなくて、えあくまでこう成功するというのをうん目指すんですけれども、うんとまあそのためにベストを尽くす。 ですが、あの失敗を前提にその心の準備と、えっとそれに応じて行動をするというのがあの新しい何かを始めるときにまあ大事なマインドセットかなと思います。これが二つ目ですね。で三つ目は何かというと学ぶことに謙虚になるです。あの新しく始めるといろんな気づき経験学びが得られるんですよね。でその学ぶことに対してこう素直な目になる。 で素直というのは今までの,そのご自身のこだわりとかプライドは一旦捨てるといいと思うんです。例えば、うん、と新しくやって分からなかったことはあの聞いてみるあの聞くことにこう抵抗があるというふうに感じる方もいらっしゃるかもしれませんがあの聞くは一時の恥なんですよね。で後から考えれば、まあ、聞いてよかったというふうに思えることはきっとあるのでなるべくその素直に、えー、と謙虚でいるあのどんなことでも問題意識とこ 問題意識と着眼点があれば学ぶことはできると思うんです。はい、で四つ目はですね、あの今の三つ目に繋がるんですけれども本質は何かを考えるですね。でここで言ってるまあ本質というのはうんと新しいことをやったことに対してうんとそれを成功させるには何がをすると一番いいのかというあの。 本質的な成功要因を考えるというのが一つあります。で、えっと具体的にはその成功要因というのは何というのは何を言っているかというと、まこれをやればおのずと他もうまくいくようなことですね。あの例えで言うと、私がよく使うのはあのセンターピンがあるんですね。これはあのボーリングのセンターピンからのあのアナロジーなんですけれども、その先頭にある1本を倒せば 2, 2列目3列目以降のピンが倒れ、順番にこう倒れていくもの。 これがあの新しい何かを挑戦される時の成功要因だというふうに考えているんですがそれは何かというのをこう常に考えておくこれが大事なことだかなというふうに思ってます。で、えっと、5つ目最後ですねあの失敗したとしても失敗を失敗で終わらせないこのマインドセットが大事です。であのさっきで 新しいことには、まあ、失敗が起こるであろうという前提で、まあ、そういう心構えをしておくと言っておきましたがあの失敗もししたとしても大事なのはそのあとなんですよね。で、えっと、これは私が思っていることで新しいことから得られるのは、えっと、成功か教訓だと思っているんです。つまり、えっと、成功は失敗成功か失敗ではなくて成功またはえ教訓なんです。 で何が言いたいかというと、えっと、失敗ではなくてそこからどんな、えっと、学び、まあ、教訓を得るかこれが大事だと思っているのであの失敗はこう次に生かすことによってつまり、えっと、教訓にこう、うん、転換することによって失敗自体は、えー、価値は持つ、まあ、長い目で見れば、まあ、その失敗した時というのはさすがにへこんだりとかあの、まあ、落ち込みますよね。それは、 私自身もよく失敗をするのでそうですし誰しもそうだと思うんですけれども長い目で後から見て振り返った時にあの失敗があったからというのは教訓にできているから教訓にしてそれを次に生かしたからこそだと思うんですそういう意味で失敗を失敗で終わらせないというマインドセットは新しい何かを取り組む時にすごく大事なことかなと思いますはいというわけでそろそろクロージングです 今回は新しいことに挑戦される時に大切にしたいマインドセット5つに絞って皆さんと一緒に掘り下げてきました。最後にまとめとして5つのマインドセットをお伝えしておくと自分が感じたことや直感を大切にする2つ目が新しいことは失敗する前提でいる3つ目は学ぶことに謙虚になる4つ目が本質は何かを常に考えるそして5つ目は失敗を失敗で終わらせない 以上の5つですねあの。これを私は大切にしているのでもし、えー、と今挑戦されている方あるいはこれから何か新しいことをしたいと思っている方の参考になればと思います、はい。今回も貴重なお時間を使って最後まで聞いていただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。